玉井秀明は、日本の検察官、弁護士。和歌山地方検察庁検事生、大阪地方検察庁自席検事、大阪高等検察庁自席検事などを歴任したが、大阪地検自席検事の時の、障害者郵便制度悪用事件の捜査において、前立恒彦の証拠改ざんを隠したとして、三井玉木から、証拠隠滅の罪で告発されたが、起訴されなかった。なお、 法務大臣から言及100分の10、6ヶ月の懲戒処分を受け、遺願退官した。愛媛県生まれ、静岡大学に進学し、人文学部にて学んだ。その後、金沢大学の大学院に進むが、中途退学した。1976年、司法試験に合格し、司法修習生となった。司法修習生から検察官への道を歩むことを決め、 横浜地方検察庁に検事として配属された。その後、神戸地方検察庁刑事部長を務め、大阪地方検察庁では特別捜査部長を務めるなど、検察庁の要職を歴任した。その後2007年には最高検察庁の検事、2008年に和歌山地方検察庁のトップである、 検事生に就任した。その後、2009年大阪地方検察庁のナンバー2である次席検事に就任した。2010年から大阪高等検察庁の次席検事権法務総合研究所大阪市所長を務めていた。大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件に、 関しては、2010年10月21日付で、三井とまからの告発に対しては起訴されなかったが、逮捕された、元大阪地検特捜部長、大坪行動、元副部長、佐賀本明、元検事、前田恒彦に対する監督責任を問われ、法務大臣から言及100分の10、6ヶ月の懲戒処分を受けた。翌10月22日に、違反体感した。 公認は、名古屋公検事籍検事検法務総合研究所、名古屋市所長、松井岩尾。2011年2月22日付で、日本弁護士連合会に弁護士登録を認められた。同年6月11日、大動脈解離のため、大阪府水田市の病院で死去。60歳没。ありがとうございます。